んばんは、イブ。結婚？メリクリ。メリクリ、こんばんは。ノブさん、ごめんなさい。メリクリです。寒いのでマフラーしてる。サイン終わってないですよ。終わってないですよ。終わってないですよ。全然終わってないですよ。やばいですよ。のりちゃん、バラありがとうございます。オランゲさん、クラッカーありがとう。のりちゃん、ごめんなさい。メリクリだから、そんなことはないです。あ、やばいよね。佐野さん、ごめんなさい。シークさん、かわいい、ありがとうございます。やばいなって思う。まあまあ、何枚、サインをとりあえず397枚書いて。まだでもメッセージ書いてないんですよ。だからやばいですよね。明日早い、なんか思ったより早かった。こんばんは。大志さん、プレゼント。ジョージさん、スノードームありがとうございます。さっき多分なんで分かったんだ。龍平さん、ごめんなさい。クリスマスイブっぽいこと、家に帰ってきて ラズベリーを食べただけ。そう、徹夜コースですね。けんちゃん、ゆき、はなこ、プレゼント。さゆちさん、プレゼントありがとうございます。ケーキ、もうなんかもうなんかもう私クリスマスじゃない、もう今日クリスマスじゃないですよ。今日クリスマスじゃないですよ。家にたまたまあったラズベリーを食べただけ。エイコさん、ごめんなさい。ミシェルボーイさん、クマありがとうございます。そう、今日クリスマスじゃないですよ。エビジナーさん、プレゼントありがとうございます。わチキンも、わ今日クリスマスじゃない、もうクリスマスっぽいこと何もしていません。いや、もうなんか寂しいクリスマスでした。あー、待って、タワーのお礼書くの忘れた。ごめん、明日書く。タイタンさん、ごめんね、かわいい、ありがとうございます。あ、めっちゃ明日までに書いておきます。完全に忘れとった。もう最近物忘れ激しすぎてダメ。 ABC ハウスさん、プレゼントありがとうございます。ケーキ明日食べたいけど、もう手遅れよね。もう手遅れです。もう私に残されてるのはコンビニのケーキしかありません。忘れた。お前が久しぶり、明日配信するよ。だってしないと疑われるからね。しないと疑われるからね。青肉プレゼント、キコリさん、プレゼントありがとうございます。ああ、そうなんですよ。そうサイン書かねえけん、いや、吉崎はデートしてるのかって疑われるから、そう勇気かとか、まさとしかって言われるから、言わないといけない。そう、怪しいって言われるから、そうね。ハッシーさん、プレゼントありがとうございます。こんばんは。大半うっかりんこしてもうた。違います。だから私と疑われないように配信しますよ。まあコスプレはしませんけど。特にクリスマスだからって言って何かをするわけではありません。安部さん、プレゼントありがとうございます。なるね、ありがとう、プレゼント。ゆうきさん、プレゼントありがとうございます。あ、ゆうき。さっきは楽しかったえ。サンタ、ハート、あらあらあら、プレゼントタワー。ねえねえ、お金使わんって言っとらんかったっけ。
お話し会でさ、もうお金使いすぎたけど使わんって言いよったので早速タワー投げてるやつです。テトリスリンコンさん、プレゼントありがとうございます。監督、それっぽいのはあった気がするけど、どっか行きました。こんばんは。めいめいね、ありがとうございます。明日までにお礼をかけるでしょうか。ゆうぞうたまさん、プレゼントありがとうございます。やだ、コスプレはやだや、もう気力がない、気力がない。運動会すいません、ありがとうございます。ひろりんさん、プレゼントありがとう。もうすそう、いや、サインを優先しつつ、明日は配信しなかったらね。どこか、リンコは今デートをしているんだ。リンコ今日に限って配信しないなんて絶対男できたな。 www って言われるのでやりますよ。やりますよ。クリアンクさん、ごめんなさ い。コスプレは気力体力よ。そう、フリーダーさん、プレゼントありがとうございます。絶対言われるっしょ。ウェルティーさん、ごめんなさい。トリダーさん、プレゼントありがとうございます。そう、怪しい。今日なんでリンコか、今日に限ってリンコで配信せん、絶対男で、男とデートしてるの言われるか。ケンちゃん、ギョーさん、プレゼントありがとうございます。そう、最近、そう、これもうほんとこの夢を押し出してから、そう、検索で吉崎リンコって次に彼氏って出てくるんですよ。違う、これは犬の指輪。佐々木さん、プレゼントありがとうございます。そう、ゆうきか、まさとしか、たかしかなります。だから今日も必死こいて配信してるんです。そう。そう、佐野さん、プレゼントありがとうございます。恋人にはこれ、そう、なんかまさとしもたかしもゆうきも私のファンの人に実際いる名前、たまたまなんですけど実際いる名前なんですよ。そう、いや無理無理、明日5時半起き、私もうこの後そんな余裕ない。もうこの後サイン書いても寝て終わり。そう、カップルしかいなくて泣きながら帰る、うん、かわいそう、どんまい。まあね、仲間です。そう、なんか明日早かった。何時だ、違うな、あ、5時半起きだ明日。なんか明日朝やっていくらしくて、なんかそう出かける準備、そう、出かける準備して、そう、ねえ、あ、雨降ってない、わかんない、知らん。そう、もうこのままこうやって寝たらもうこのまま出れるって。わあ、おしめね、写真撮らせてください。可愛い写真撮ってね。あ、半目の写真あげたら許さないよ。朝寒いってそう言ってました。そう、改めてリンコの配信がいいわ。コスプレ嫌いじゃないけど、普通に正直言うと、この配信のためにわざわざサンタさんのコスプレを買うのがめんどくさかったっていう。別にいいんですけど、そう、ちょっとめんどくさかったんですよ。許してください。やめてやめて、白目のあげたら許さないわよ。
竹まつりさん、プレゼントありがとうございます。いい、寒いんか。しざきさん、しざきさん、こんばんはです。なんかね、あ、そう、瀬戸栗何ナムでいいねしてます。たけさん、ギフトありがとうございます。え、なんかサンタの帽子持ってたんですよ。持ってたけどなんかどっか行きました。なおちゃん、プレゼントありがとうございます。サンタ衣装、え、そうそう、じゃけんな、適当っていうか、なんか、ああやるか、なんか何だめでやってます。チロさん、かわいい。タケさん、ごめんなさい、ギフトありがとうございます。ハッシーさん、ハートありがとうございます。あ、そういえばなんだっけ忘れた。なんだっけ、え、部屋ちょっと今綺麗になりました。ハッシーさん、ハートありがとうございます。ライフ TM、 悲しい、え、なんか悲しいね、え、なんか悲しい、なんかさ、なんか一人でさ、めっちゃ悲しくない？一人でさ、部屋のベッドの上でさ、なんかそう、クリスマスプレゼントか。いや、これあなたがくれたやつね。プレゼントでもらいました。あ、違う、男じゃないよ、ファンの人ですよ。テストのぐさん、ハート、レンボスに行き、ありがとうございます。招待してない。悲しい、なんか部屋で一人ベッドの上に体操座り、なんか謎にマフラーして、なんかクリスマスを迎えてる私。悲しい。チキン一人、ケーキとチキン、すごいね、すごいね。え、そう、それを見ている君たち。寂しい、なんかもう寒さで凍えそうだわ。寂しいわ。ひでちさん、プレゼント、ニッキーさん、かわいい、ありがとうございます。寂しい。でもさっきなんかちょっと雪か雨かみたいな人たちが、めっちゃ疑ってくるじゃん。いないよ、だもういない、いない、ません、正真正銘この部屋には私一人だけ片隅でうずくまってます。寂しい。和田さん、雪ありがとうございます。広島雪降らんけんね。あら、圭介さん、ミラーボールありがとうございます。まさや、疑いすぎじゃろ。どんだけ疑うんよ。寂しいです。いません、ゆうきもマスとしもたかしも誰もいません、誰もいないです。私一人だけ寂しい。なんかあのあれが流れてくる、頭の中でルー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 ルって、今の私のテーマソング、ルルルルル、いません、一人です。ルルルルみたいな。夜ご飯何食べたっけ。夜ご飯さっき食べた、鮭だけ食べて終わった。もう何もしてない。なんか仲良くしましょう。きつね、ルル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 ルっていう、そう、鮭食べて終わりました。悲しか。弟はもう学校すぐ帰ってきましたね。悲しい、兄弟揃って悲しいクリスマスです。
びっくりせん、いやすぐ疑う。分からん、なんかさっきがそこにあったからさっきを食べました。いやもう弟は部活かな、え、なんだろう、今知らん。部活か、部活終わったら即帰ってきました。はい、こんばんは。兄弟揃ってそんな、何もう食いそう、どうでもいいよもう。トムさんプレゼント、マラさん行き、ありがとうございます。はい、元気で出します。え、まあね、まあそうよね。あ、そう、なんかなんだっけ、話し会なんかどこか完売してたらしいです。ありがとう。どこか、どこだわからないけど、どこか、どこだっけ、どこだ、どこですか、なんかどこか。ありがとうございます。もうこれはクリスマスプレゼントってことでいいですよね。ムニエ、私はなんか焼き鮭がそこにあったから食べました。なになに、お金何？サンタさん今日来たんよ。そう、そうなんだ。何？待って待って、これなんかもらってきます。いや今さ、吉崎凛子ちゃん、吉崎家は22歳までサンタさんが来るって知ってた？いい子じゃないけど仕方ないからプレゼントあげるよ。2階を探してね、サンタより。いやいやいや、なんで22歳。え、もらった、え、サンタさんいい子じゃないけどくれるんだ、優しい。え、いい子じゃないけどだって。え、今探せ、今探せ、今探せ。え、22歳まで来るんだって。なんで22歳。あ、そういうこと、大卒、あ、そういうこと、うん、え、優しい。私大学行ってないのに22歳までくれるんだ。え、いい子じゃないのに。え、待って、でも2階行から2階、え、どうしよう。え、ね、ママ今2階行けれんけんちょうだい。なんだろう、お年玉22歳まで。いい子じゃないって。え、行ってこよう。え、でも2階映せれんわ、さすがに2階の家感がすごすぎて。探してこよう。これなんかさ、ファンレターでもらった気がするんですけど、まさかのかぶった。気のせいか。え、行ってくる、行ってきます。え、でも3分、タイムリミット3分。え、無理無理、2階はちょっとダメ。ママどこ？お父さんがくれた。ディオールだ、センス、ディオール。おとんの声が。え、今までさ、今まで強い、いや、お母さんから。え、強い。え、今までサンタさんに強い。お母さんから今までサンタさんにこんなディオールなんかもらったこと、いきなりセンスが変わってる。すごい。開けます。え、開けますね。あ、ありがとう、サンタさんありがとうございます。
これはあのこれは高校の時の高校の時の私が1年生の時の校舎のトイレの匂いがする。開けます。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、アイシャドウ、アイシャドウ。え、嬉しい、アイシャドウだ。ありがとう、ママ。あ、ママ。あ、サンタさん。無臭。え、絶対高いじゃん。初めて、ディオールのアイシャドウ。あ、ありがとう。女子力ばっかり上げた。え、それな、10年は使える。え、多分予想、5000円ぐらいしそう。高い。嬉しい。明日使う、ありがとうございます、ママ。あ、サンタさん。無臭でした、無臭。ますます、またまた、わからん。え、5000円ぐらいしそうじゃない。今日もかわいい、色が、色が合う。そんなん気にしやんよ。え、使おう。え、サンタさんが、ね、いきなりこんな、こんないきなりなんかこんな化粧品を今までサンタさんがくれたことなかったので、なんかいきなりセンスが変わった。かわいい。でもさ、これだけ、これだけこうやってさ、なんかこうやって今日プレゼントもらったんでしょって言ったら、ちょっと男かってなるよね。え、そう、笑うようにせんといかん。そう、今まではサンタさんなんかピアノとかもらってた、ピアノとか、ピアノ、ピアノとか服とかだった気がする。去年何もらったっけ、去年何もらった、去年服、服かな、服だった気がする。ママ、あ、ママ、あ、サンタさんありがとうございます。え、それも、でもそのピアノ、なんかピアノしたいなって言ったらくれたんですけど、結局、壊れた。え？もう壊れました。タタタタタタン。速乾ボンド。え？外せららん。外せ、え、もうダメ。壊れてる完全に。もういいや、ボンド、ボンドくっつけよう。はい。工作。え、そういうこと？え、でもなんか取れない他のは。か、使えればいいや、使えればいいや。え、めっちゃ手につく。なん、お、線香の匂い。ボンって。いやー、いやー、やらかした、いやー、最悪、最悪、もうやだ、もう、なんだ、もう
に出てくるのこいつ。もう待って、最悪服についた。もうもう、ああ最悪最悪、もうあーもうまた布団がボンド臭くなった。またえむさくさくさくさい、もうもう最悪、もうそろそろ布団も変えときかな。もうシーツ何年使ってる、これ7年ぐらい使ってるよ。変えときかな。もうさ、え待って、私の FTMM がボンドでカピカピになりました。服についた、もう最悪。えっ、何ダメだ、もう、あもう見て、もう私の FTMM がなんか赤くなってる。はあ、どんなクリスマス、見せダメ。次布団もう替え時かな。もう汚いもんこの布団も、はあ、いやダメです。もうない。今日はミニスカートです。どうしようで、もう壊れたんですけど、何これ、何、なんで、ねえ意味わからん、何どういうこと、なんでさ、もう見て、なんかここにさめっちゃ黒い汚れ、何これ、なんだろう、しかもこれ何、どうやって使うんだ、もう壊した。もう分からん、もう後でやろう、もうここでやったら事故る、予想予感しかしやん、壊れた。使おうと思ったのに、どれ使おう、はあもう最悪、服が、服がなんか、しかもさ、なんかさ、しかもこのボンドの色がさ、な黄色じゃけんさ、なんかさ、なゲボみたいになったんよ、なんかゲボが壊れたみたいな、最悪じゃん。ああなえた。いや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 、ダメダメ、ハノコさんクラッカーありがとうございます。もう最悪、もう見て、なゲボみたいじゃない、ゲボみたいじゃん。いやボンドこれしかないんだもん、なえ。かわいい、明日使おう、明日使います。知らん知らん、いや知らん知らん。ママが LINE でちゃんとディオールの専門店で買ったんですけどって、いやいやこれサンタさんからもらったって設定でしょ、設定でしょ。忘れと。フランフラン、明日 FTMM 出るっけ、話し会のサンタさんのことしちゃった気がする。もうお母さんが買ったってこと、な初めて、ママで服とかだったのに、なんかいきなり化粧品をくれるようになったサンタさんが。わーい、22歳までもらえるんだって。じゃああと20、20、21、じゃああと3年もらえるじゃん自分。分からん。27日は
僕対ライフテーマで読んでますね。何これ、うーん、ややこ、へえ、初めてな、デパートコスメをもらったえ、来年、来年は来年何が欲しいかな、来もうか何も考えてないえ、じゃあ 3回はもらえるってことですね。おお、やったぜやったぜ。え、でも、え、今、え、何日、え、な、な、な、多分予想7 最悪じゃ、壊れた、何もし、しかも何もしとらん、落としたとかじゃないのに壊れた。ママね、あやべいさんプレゼントありがとうございます、嬉しい、うん、明日使おう。弟子力が、あ、これ化粧、化粧配信するときに、え、私はアイシャドウディオール使ってて、私はもうアイシャドウはディオールしか使えないちょっと性格なので、ディオール使ってるんですよって言ったらいい、そういうをマスター雪ありがとうございます、また戻ったで、よう、ハッシーさんごめんなさい、私はちょっとディオールしか使えない、使えないのでディオール使ってます言えばいいこういうアイドルちょっとムカつく、おい嫌な性格、どんな性格、おいおい清楚系アイドルとして、はい、え、でもちょっと寂しかったクリスマスが、ちょっとあのサンタさんのおかげでマシになりました。エンジョーさんプレゼントありがとうございます、はいはいメンバーみんな、あー使ってそう、私は安いやつしか使いませんからねフ言われる、え、いつかなんか化粧品紹介してくださいみたいな言われたら言えるわ、ラッキー、そう、あー私22歳まで来るらしいから、あと3回来るんですね似合わせ、似合わせ、え、ちょっとこれはまあ誰かからはちょっと秘密なんですけど、もらいもプレゼントなんですよねっていう似合わせ弟はマジ化粧しないね私の化粧品は、え、でも、なんかもうめっちゃ使い切るまで使うので、もう私の化粧品はほぼほぼ全部2年以上使ってますね、はい分からん、いや、ちょっと私あのこの家を建ってるあの土地はあのちょっと土地は吉崎家でもさ、なんか思わ、なんかさ、え、ムカつかん、なんかさ、なんかさ、いや別になんかお金が欲しいとかじゃなくて、なんか私の方がさ先に生まれたのにさ、なんか弟の方がさなんか吉崎家代表みたいな顔してるのがめっちゃムカつくんですよ私めっちゃムカつきません、なんか、え、ムカつかん、なんか私の方が先に生まれたし私の方が長女なんですよ、なのに3年後に生まれたあいつの方が吉崎家代表みたいな なってるのがめっちゃムカつくんですよね、そう、え、じゃあでも結婚しやんかったらさ、じゃあわしが吉崎家代表なんかそう、身長もそうとっくに抜かれてる、え、なんで自分の方が、あいつより3年先に生まれてて、自分の方が、なんか、吉崎家として3年生きてるのに、いっぱい。なのに、なんで、あいつの方が、の吉崎家代表みたいな顔してるんですか？めっちゃムカつくんですけど。わし。なんで？いや、自分の方が先に生まれたもん。長女だから。
さ、またもの、そう、え、マジあいつムカつく、あいつ、あいつさ、あいつなんかさ、ちょっと頭いいけんってすっごい自分とバカにしてくるんですよ。めっちゃムカつく。あいつ最近ね、めっちゃね、ムカつく。なんか、もう聞いてもないのに、聞いてもないのに、なんか、俺、〇〇大学受験するんだ、みたいに言ってきて、へぇーって、だから何みたいな。別にみたいな。テスト何点だった、聞いてないんですよ。聞いてないのに、なんか、仲良く。聞いてないのに、え、俺テストの合計点何点だったわ、悔しい、みたいな言ってきて、え、聞いてないし。聞いてないし。そうです、私がもうはるか受けることのできない大学を言ってきて、めっちゃムカつくんですよ、あいつ。聞いてないんすけど。聞いてねえが、聞いてねえのに言ってくんすよ、ムカつく。え、そうなんで、なんか自分の行ってた高校からなんか、なんだ、慶応大学合格した人が出たみたいな話したら、え、絶対嘘だ、え、無理無理無理でしょみたいな言ってきて、いや嘘じゃないのに言ってきて、めっちゃムカつくやん、めっちゃムカつくやん。え、そじゃけん、いや君よりはモテるからみたいな。そう、君よりはモテるからね、私マウント取り合いっこしてます。ムカつく。だからそう、私はモテモテマウントを。そうそう、取ります。いや、もう あいつに彼女なんかできるわけない。でもできたところで自分の方が面白いしね。調子に乗ってる。熟中だ、まあ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 、よしっこさんからありがとうございます。くつくんね、ちょっと最近マウントを取ってくるんですよ。だからちょっとあいつに吉崎家の名前を譲りたくないっていう。一人飲みから来て、おかえり。そうですね、そう、モテモテなもんでね。アルフォートさんプレゼントありがとうございます。いや、あの人は、いや、あの人は好きな子ができたら聞いてないのに謎に自分に報告してくるんですよ、謎に。え、普通言わんじゃん、普通言わなくないですか。 なのにあの人は、あの弟は好きな子ができたら謎にお父さんとお母さんと自分に謎に報告してくるんですよ、普通言わんじゃん。だからいないと思う、多分。ね、いや絶対ないね、めっちゃバカにしてくる、めっちゃムカつく。そう、そう、いや君たち、いや君たちは報告しないでください。そんなさ、そんなお話し会とかでさ、いや凛子実は俺彼女できたんだよねとか言われてもさ、いや知らん知らん。私、いや、自分、私は報告するまでもバレとったけ、もう家でずっとニヤニヤしてるから。いや昔の話ですよ、あ、中学生の時とかに好きな人ができたらずっと家でニヤニヤしててすぐにバレてました、気持ち悪いね。あ、昔の話です、はい。よかった、じゃあおめでとうって言ってあげる。報告、あ、やだやだ、許さんよ、私という人がありながら女を作るなんて。そうそう。何年前よ、何年前よ、何年前、4年か5年前の話を嫉妬されてもねえ。いや勇気は、勇気は知らん。そう、懐かしい。そうで、なんかそうニヤニヤして言うまでもなくバレてました、はい。あ、すで、ええ、ちょっと事情聴取しなければ。い
や4、5年前、中学生だよ私、中学生ですから4、5年前は。そうそうそう、だそんなすぐ嫉妬してくる、嫉妬しいだ。直人ちゃんプレゼントありがとうございます。初体持ち、あ、それは愛人みたいな感じでねえ、お待たせしてんね。そう、名前、あ、急にファンにされたくなったらそれはいはいいやだ、そんな寂しいこと言わないで。愛人が欲しいなって、あー明日起きれるかな。そう、ソロイベントをなんか昨日決めろみたいな締め切りだったんですけど、もうわからなさすぎてめっちゃ適当っていうか、なんかちょっともうなんかよくわからなさすぎた、もう送っちゃって後悔した。もうわかんない、何したらいいんだろう。今日は何時に配信終わろうかな。明日は早いです、起きれるかしら。でも明日から公園祭りなので、そう決めたっていうか、なんかもう分からなさすぎて、そう、ああ見つめ合いごっこいいね、何も決めてないです、なんか。え、でもそうそんなもうみんなは、そう、もうみんな最近ほんと心配しすぎよ。みんなめっちゃなんか、卒業しないでね、みたいな。卒業しないでね、みたいな。男できたんか、みたいな。勇気、高志、マストしか、みたいな。めっちゃ心配される最近。そう、話し会とか配信でも。そう。それだけ、もうわからんから、とりあえずなんか、まあ歌うことにした。わからんから、そう。大丈夫。あ、時間早いのか。申し込んでください。心配しないで。しないで。そう。匂わせない、君たちが勝手に深読みして、勝手に心配してくるんだもん。そうそうそう。そう、超疑われる。罪だわ、うざい。うざい。そう、最近病んでないよ。嘘だ、1週間前ぐらいバカボコ病んどった。めっちゃ嘘ついた。だ悪いわ。ねえ、いらっやぁ。はい、今ってリアル話し会申し込みしてるんだ。再販は知っていた。28、僕対成田さん、ハートをありがとうございます。スマイ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 ル、プリキュア、違えた。1部と2部早いね。ね、大阪いつなんじゃろ。大阪のなんだっけ、
そう、551の肉まんを次は食べると決めました。まあ病んでないです、もう調子いいです今そう、寝坊したら、そうそうそう、もうすっぴん、もうなんかもう、もう最近ほんとすっぴんでいいんじゃないかなみたいな、もうなってきたんですよね。だからもう余裕でなんかもうすっぴんで出れる気が、どうせマスクだしあ、豚まん、そう豚まんを、え、知らんもう全然知らん、なんか全然知らなさ、なんか分からなさすぎて申し訳ない、なんか全然、なんかいつ公演あるんですか、いつ話し帰るんですか言っても知らんとしか言いようが、もう全然分からない。そうたれば行きたい、当たります。はい、10人はもう、あなたは全然お金を使ってますね。明日は、まあ、写真撮られるから一応化粧しとこうかなみたいな。再犯があるっていうことをそう、再犯が、そう、再犯、私再犯をね、あるって知らなく、再犯をなんか今日ファンの人がモアメの返信タグに完売してたよみたいなあげてくれ、それで初めて再販してるということに気がつきましたなんかグループ LINE でなんか再販し始めますみたいな来てたけど、ちょっと未読でしたね、はい、そう、ね、そう、メンバーよりみんなの方が詳しい、そうそうそう、再販分かったああ角ぼきた、おお、こんばんは。そう、未読、もうめっちゃたまっとなんだ、いつだ、いつ完売したんだ、2月の12日と2月23日完売、ありがとうございますありがとうございますうわ、なんかほうみたいな、ありがとうございます2月すごい、でもさ、いやでもなんかでもさ、なんかさなんか、いやなんかさ、でもあれだよね、なんかでもさ、なんか 12月のやっぱみんな一番早い時を買うかな、なんか12月再販だと12月をなんか完売して、1月が一番早かった、1月が完売してみたいな、やっぱみんな早い時を買うんですね、ほう、かわいいじゃないですかありがとうございます、そんなそんなみんな私と話したいんですねなるほど、みんな私と早く話したいってことですかあ、予定もあるね。そう、アイマ V さん、ミラーボールじゃないや、なんだっけ、スノードーム、ありがとうございます。あと再販3回ぐらいありそう。そう、そんなみんな私と話したいんですねお、直前に買うこと、ああまあ賢く、まあ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 、それはわかるん、花子、クラックありがとうございます。夜はもういっぱい寝とんよ。おい、追加、おいおい、言わせんなよえ、最終なんですか、なんか再販なんか35回ぐらい やってる気がした。あ、35回は嘘だ、20回ぐらいやってそうえ、そんな、みんな私と話したいんですね、そんなえ、なんかこんな配信とかではなんか俺はリンコのこと別に好きじゃないよみたいな雰囲気を醸しつつもちゃんと話し会来るんですね、話したいんだ、へー、話したいんだ、へーおい、通せ、おいあ、なるほどね、一番、まあそっか、一番、やっぱ一番近かったら、なるほどなるほど、へえ、あ、こちらこそ大佐ね、へえ、そんなみんな、あっ、おしましいつか、おいもういいよ、一生無視しますから、はい、
クリスマスで忙しいけど見て見に来てやってよ。はあ？はあ？ダメダメ。あ、R 子、R 子追加してください。そう、隠れて。投げて全然違います。生足見せてもらいます。話し会で足見せろって。やばいじゃないですか。とそうやって、そうやって言うけど、そうやって言うけど、お話し会来るんだよね。君たち。決済忘れて、ダメ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 。そんなワロタじゃないから、ちょっと。話し会の良さ、私も自分で何がいいんかなみたいな感じ、もう何が良くて、そうそう、何が良くて私のことをお好きなのかが分かりません。ダメだ。調子に乗るっていうね。まあいいじゃないですか。はい。いや確かにじゃないんよ。確かにじゃないんよ。負けた気が、あ、どうせ来るんでしょ、どうせ来るんでしょ。何がいいんだろう、私もう分かりません。自分の何がいいのかが全く分かりません。そうっていうのをそうマネージャーさんに言ったんですよ。私の何がいいんですかね、みんな、私分かりませんって言ったら、よく炎上するしみたいな。言ったら、まあ吉崎はね、まあ吉崎はその性格がいいんじゃないみたいな言われました。分からん、本当分からん、自分も なんでなんだろう。そこの品とじっちゃんが言ってます。じっちゃん正しい、そう、白くないです。そう、ハッシーさん可愛いやり、いや、これちょっと性格、私まあ悪くもないけど、まあよくもない。分からん、何がいいのかが私にも分かりません。そう、ハッシーさんハートありがとうございます。ファンを大事にしてくれ、そう、結構丁寧、まあね、まあね、ね、確かにじゃないんや、そこは、いや待って待って、あのね、そこはね、あのね、皆さん、そこは、いや私どこがいいんだろうみたいな言ったら、そこは普通はリンコちゃん可愛いよみたいな言うんですよ。確かにどこがいいんだろうみたいな、違う、そうじゃない、そうじゃない、私求めてない、そこはリンコちゃん可愛いよみたいなのを求めてるのに、なんか確かにどこが良くて押してるのか僕もわからないみたいな。違う、そうじゃないそうじゃない。いや、はい。ああ、さとめ心分かってないね君たちは。まだまだいて、ここにが、おお、ね、おい、喋ってないとき すごく素敵です。おい。おい、乙女ですから、乙女です、乙女だから。みたろさん雪ありがとうございます。乙女なんでね、いや、そんな照れませんよ、そんな、ね、不思議じゃないの、そう、私未成年です。素敵なマフラーです、ありがとうございます。これはプレゼントでもらいました、クリスマスプレゼントでもらいました、匂わせ。嘘、ファンの人からもらいました。匂わせ。ちょっと前やからね。そう、本当はそう、超ファン思うね、寿司乙女だから、そう、ちょっと、そう。
ガチ恋、あれガチ恋なんだ。へえ。へえ。いや、ちょっと乙女だから、ちょっと乙女心みんな分かってないな。あ、優しい、あ、認めてくれるんだ。へえ。ふん。すまん、なんで謝らんでも。そうですよ。ああ。明日起きれるかな。喋らん方がいい。もう、白石さん、行き、ありがとうございます。喋らずに、なんかこうやってやっとこう。そしたらなんかちょっと清楚系みたいな。あら、眠い。あー、やばい、サイン、やばい、やばい、やばい、消えた。ボーイさんがなんか サインだけを397枚書いてメッセージを400枚書きます。そう、そう、あさってのサイン会はね、純レアを3時間10枚仕込んで、レアを、レアどうしようかな、レアちょっともうちょっと希少にしたいから1時間3枚にし、9枚にしよう。おん、やけえ、なんか純レアを作りました。純レアとレアを作りました。そう、レアはめっちゃ長文のメッセージ入りで、純レアはサインの点々めちゃめちゃ多いみたいな感じ。いや、もう私はオールします。オールを誓い、今日はせんけど、ちょっと明日オールを誓いました。明日オールしましたから、もう顔死んで、ま、もうすっぴんかも。でもさ、言うてサイン会って配信じゃけんさ、別にすっぴんでも許されるよね。もうすっぴんサイン会でも許してください。てんてん、めっちゃめっちゃ多いっていう順でや、もう作りました。いや、許される。いや、もう、まあねー、え、もう私はだから明日の夜オールを誓いました。そう、だから明日もう配信休めるんじゃん。明日は、そう、助かったです。そうだけ、明日はさ、配信休めれんのよ。明日なんでかって言ったら、君たちの嫉妬が巻き起こるからやめられないんですよ。そう、まあね。いや、それがさ、サイン掛け配信するじゃん、こうずっと下向いてこう書いてるじゃん。もうみんながさ、みんながコメントで自分が構わんけんさ、今日のリンク構ってくれない、なんか死ねそうだから、ちょっとしょうがないなって、やっそう。今日のリンクが全然コメント読んでくれないみたいになる。花子、プレゼントありがとうございます。でしょ、そう、でしょ、クリスマスはね、やらんといかん、あ、いかん、明日はなんかライブとかがあるけんあれだけど、うん、クリスマスの明日さ、わわわわ、なんかすごい気が、明日さ、明日のさ、は、うん、は、夜8時とかにさ、化粧、今から化粧しまーすって、こうやってちょっと化粧しよする配信しよったらさ、絶対言われる。シックタクさん、プレゼントありがとうございます。でしょ、絶対、今から化粧したいと思います、そう、どっかが行くのって言われたら、いや、なんか化粧したくなってみたいな。っていうね、絶対言われる。そう、ライちゃん、プレゼントありがとうございます。そうですよね、ライちゃん、プレゼントすっごいありがとうございます。そう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 、
なんかちょっといきなり化粧したくなったんですよみたいな。いつもプレゼントありがとうございます。はい、いやもう明日はもう私はオールすることを誓いました。だから顔死んでます多分。あ、なんかちょっと今から化粧配信しますね。なんで今から化粧するの？なんかちょっと化粧の研究しようかなみたいな。怪しい。そう、性格良くもなく悪くもない子。まあそうですね。いや自分で言うのもあれだけど、自分性格そんな悪くないんよ。ただまあ良くもないんよ。そう、よう分からん。悪くない？自分性格悪いですか？いやそんな悪くないと自分では思ってるんですよ。まあ良くもないです。はい。もう埃が、もうなんか最近埃がすごい。やっぱ部屋の掃除してないきゃか。おい違う、そこはそんなことないよ、町なの。全然乙女心分かってないじゃん。そう、不器用なだけなんですよ。全然乙女心分かってねえべな、本当に。そんなことないよーって言うんですよ。そう、これがすごい、この部屋。あ、性格いいですかねえ、もうこれすごいんだよ。こんばんは。そんなこと、おい、これがすごい。勝ってないフリ、どういうことだ。勝るわけね。アラミストってなんだ。そう、顔。今日は機嫌よさげ。ああ、今日はいいです。でもケーキ食べながら、あこれか、これか、どっか行ったわ。なんで。いやそりゃ私週4は機嫌いいですから。はい。そうプレゼントね。そうなんですよね。どっか行った。週4は機嫌がいい。週3週2普通、週1超機嫌悪いみたいな感じ。そう、パルム食べてない。アイス食べたいから買いに行こうかな。プラズマクラスター、なんかライブ終わりとかお話し会終わりは機嫌いい。そうなんか週一ぐらいめっちゃ機嫌悪い日ある。そう、謎に。純平さん、雪だるまありがとうございます。パルム食べてないですね今日は。最近全然普通。多分私はなんか夜いつもなんか大体10時とかにいつも配信するじゃないですか。なんかね、それ原因があって、配信しなきゃ、あとでいっか、配信しなきゃ、まああとでいっかみたいなのを繰り返して、そうギリギリになって配信をいつも12時ぐらいまでするから、だからもういつも配信眠なんですよ。そう。はじめましてじゃないですよね。そう、お休みメールもまあまだいっか、まあ後で送ればいいかみたいな。だから SB メールもギリギリに送るっていう。そう、なんか早い、そう、だからたまに早くやった時の嬉しさがすごいんですよ。そう、だから SB メールも、そうだからメールもたまになんか5通ぐらい
ま、夜にまとめて送ったりする。そう、そうなんよね。そうそうそう、そうギリギリを攻めてます。そうそうそう、一気にそう夜に、朝全く、朝と昼全く送らずに夜の夜に、夜の10時過ぎになっていきなり2、3通まとめて送ったりするっていう。そうそうなんですよね。もう別にないっす、ないです。この後はい撮ります。ナモン大好き。そうちょっとね、来週メール送らないとね、みんなが寂しいかなって思って。ん、キッチさんプレゼントありがとうございます。え、そう、おはようメール、もうおはようメールはもう朝起きた時だけ送ります。もう私休みの日とかさ、めっちゃさ12時とかまで寝てるからさ、うん、朝メールはさ、朝メールが来た時はまあ起きてる時ですね。はい、なんで配信ありません、どういうこと。なんでなんで。あ、ついにぶっ刺し。まあね、3時まではね。あー眠くなってきました。お、タブレット、おー、いや聞いてないの、聞いてないのに他のメンバーの名前出してくるのやめてくれません。聞いてませんけど、聞いてませんし。聞いてませんから。明日、覚えてたら送りますね。じゃあ同じくね、アクリルさんなんか過去のやつもなんか出るようになってる。聞いてねえから、聞いてねえのに他のメンバーの名前出してくるのやめてくんねえかな。聞いてねえべ。聞いてないからやめてください。知ってないよ、ただ単にね、ちょっとね。あゆぶいさん、雪だるま、ありがとうございます。このメンバーのメン、めっちゃ嘘つくじゃん、超嘘つく。そうデインコートリンクはなんか謎にコンディションめっちゃ良かったっていう。そう、んー、あ、ちゃんと一番、んーとかしら。花子プレゼントありがとうございます。リンコとこうして一緒にクリスマス過ごしたことに感謝です。ありがとう。もう優しいね、配信しがいがあるわ。あ、ねえ忘れとった。今年の振り返りメールめっちゃ忘れとった。ありがとう、思い出しました。もう1月で終わるところだった。危ない危ない、めっちゃ忘れとった。嫉妬させ、え、嫉妬させた覚えなんてないですよ。めっちゃ忘れとった。1月で終了するところだった。え、そう、なんかね、なんだ、去年のさオーディション、ん、去年だっけ、去年のねオーディション1周年記念の時にオーディションの話1みたいなの、1で終わってるんですよ多分、おっていうのを 先週思い出して、あ、そういえばあれ1で終わってたなーみたいな。もう全部消える。そう、え、リプって消えるの、やらないと。そう、やらなきゃやらなきゃ。おみそ、あ、おみ、あ、去年フグね、フグ賞味期限12月6日でした。食べるけどね。食べる食べる、配信で食べます。でも冷凍してあるからいいです。はい、そう、フグ消費期限、賞味期限12月6日だった。この前、え、食べる、まだ置いてあるよ、食べます。え、そんな気にしない。そう、 いきなりリプ編したらびっくりするだろうな。食べる食べる、冷凍してあるんで。はい、え、いいじゃん。え、それでさ、逆になんかお腹ピーピーになってもさ、なんかファンの人からの愛でお腹がピーピーなんだなって思えれば乗り越えられる気がします、私は。なので食べます。いいんです、もう慣れてる、もう賞味期限切れの食べ物を食べるとお腹壊すことには慣れてるので。はい、しかも冷凍ですね。うん、大丈夫。
で、なんかファンの人からの愛が重すぎてお腹ピーピーだなみたいな超えられないため、あ、それほど愛が重いっていうことですね。ほうほうほう。って思います。はい、言って、私もな、自分で自分に何言ってるんだろうと思う。そうっていうことかな。冷凍は、何、フグ鍋がいいな。ちょっとお刺身は勇気がない。そう、会いたいんだ今すぐその角から、なんちゃらかんちゃら、たたたた、いいね、しゃぶしゃぶ良い。フグ食べたことがない。そう、鍋、うん、配信で食べようかなって思って、まあまだいっかっていうのを後延ばしにしてたら賞味期限が切れてしまいました。まあね、まあね、そうだよね。この前もゆでジュース飲んだし。はなこ、プレゼントありがとうございます。あー、眠くなってきた。この部屋、まず部屋の掃除から始めますないとね。え、そうだよね。でも何日 25? あ、に、え、もうこんな、え、 25? え、もうバイバイじゃん。え、そうなんだ、へえ。25ということは28で多分仕事納めだから、あー、まあ、執行猶予は、あ、違う違う、猶予は3日残されてると。違うよ、リンコ沼に戻りました。タワーですよ。やばい、あ、え、そう、え、待って、本当じゃん。振り返って、振り返るメール年内無理じゃん。無理じゃん。サラピがリンコとコラボ、する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 、間違えた、言うよ。え、まず、まあ、明日は、まあ、まず無理でしょ。サイン会はオールだから、まず体力的に無理でしょ。次の日は僕対2回あるから、まあ無理ですよね。次の日は、まあ、僕対1回だけど、まあ無理ですよね。あ、無理じゃん。無理じゃん。無理じゃん。ハッシーさん、ハンドありがとうございます。無理じゃないですか。そう、あ、サラピにさ、そうそう、誕生日でさ、なんか加湿器もらったんですよ。ウサギの、めっちゃサラピっぽい。え、無理じゃん。あ、無理だな、これは諦め。コメント、あー、修羅場ですね。そうだね。いや、そりゃね、いや、それちょっと年末はゴロゴロしたいよね、やっぱり。諦め。あ、もう諦めました。おお、なるほど。ヘアアイロン、年末はね、ちょっとやっぱゴロゴロしたいよね。ゴロゴロしたいかな。そう、みんなよりゴロゴロ、そりゃね。でもあんまりなんかみんなのこと放っておいたら、なんかちょっとみんなが寂しいが、まあでもあえてじらすっていうのもありかな。めちゃめちゃお久しぶり。お、君もう来ないかと思っていて、私謎の。まあえて、いや、あえて毎日配信しよったら、毎日配信しよったら、もうみんながもう毎日リンコ配信してくれるっていうのが、そうそうそう、当たり前みたいになるけど、そう、あえて配信しない機会を作って、そう、私がいるのは当たり前じゃないんだよって、ちょっと実感させらんというかね。へえ、懐かしい。確か年下だった気がする。すごい、自分さ、オーディションの時
確か年下だった気が懐かしい。ナウありがとう。そうこの服もさ、そうファンの人からもらってたんですよね。そうだからちょっと思う、そうだからね、そうね、他の子見るよとか言ってもさ、他の子見てる間もさ、どうせわしのことは思い出すんでしょ。私インスタやる予定ないです、多分。例えば STU の公式さんがインスタに私の画像を上げてくれてました。はい、思い出す。ねえ、腹なんでよ。いや腹立つとか言いつつ、話しかけてプレゼント送ってくるじゃないですか。そりゃね、そうちょっと自信が。また調子乗っとるとか言われちゃう。戦ってないよ。ピョンドクさん、レインボースター、アニュアセヨ。あ、違う違う、なんだっけ。違う、カムサウニだ。あら悪いわ。くもはさん、ワイリングさん、プレゼントありがとうございます。もうさ、まだ見てないです、私。そういうこと言いつつね、ちょっとみんなは積んでるですから。あ、ホームルームもあるね。誰、え、リンク押しじゃろ。しょうがないから12時まで配信してあげるよ。優しいからね、みんな寂しいから12時まで配信してあげるよ。申し込みましたか。スランプくん元気ありがとうございます。確かに、え、そうだよね。いや、そう、そりゃそうな、あのピンチね、そりゃね、そうですよ。しばいさんごめんなさい。しんやさんありがとう、ありがとうございます。優しい。優しい、明日5時半起きなのに優しい、しょうがないな。ゆしひこさん、アイスニッキーさん、ありがとう、ありがとうございます。いえいえ、泣いた、またまた、いや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 、月はそんなことは言っていません。やばい。いや、みんな本当にイライラしてきた。セレジさん、プレゼントありがとうございます。許しません。なにちゃんプレゼントありがとうございます。朝配信は勘弁してよ、朝配信は勘弁してよ、やめてよ、無理無理無理、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ。ストクリのツイートにいいである、こちらこそ。あ、待って、そうだ、12時までだよね。ちょっと今からやっていこう。え、待って、何時前だったっけ。今日12時までだ。ちょっといいねしていきます。ひとくり、あー、危ない危ない。たま、私のファンの人が違う子をツイートしているぞ。なんでだ。へえ、へえ、ほう、まあこの辺にしておこう。はい。私おらんのに、私おらんのに言ってるんだ。へ。怖い。怖いんよ。そう、最近眉毛をピクピクさせたらちょっと怖さを醸し出せるってことに気づいたんです、こうやって。へ。ね、めっちゃうざさマシマシじゃない、めっちゃうざさマシマシ。へ。
繊細の夜、うまいこと言うな。お、STU フォルテートがトレンドに入っている。はぁ、あ、桑之助さんハートありがとうございます。はぁ、あ、ねえもうそう今日めっちゃうざいね、自分でも自分うざって思うわ。トモチンさんレインボーストありがとうございます。とね、うざさを醸し出しすぎる。あー私そう今年年にね、このね雪帽子のね新作を食べに行くっていう夢があったんですけど、もう終わりました。表現本当さっき、はい、未成年です。お風呂が炊きました。今日機嫌いいですよ。オンうざくしてオファー、正解。雪帽子の新作がめっちゃ美味しそうで、今年中に生きてと思いよったけど、ちょっと諦めました。多分もう閉まる。まだ入らなきゃ。それね、離れたらめっちゃへこむし、根に持つし。だって1年前に離れてったあいつのこともまだ私覚えてるから。っていうぐらいには根に持ちますよ皆さん。しょうがないな。そう冬でも、そうなんか冬じゃけむしろ食べたいみたいな。あいつね、あいつ、あのメンバーに教えしやがった。1年半前に教えしたあいつまだ覚えてるから。ええ、根に持ちますからね。帰って、そう帰り方による。なんか普通のなんか何事もなかったかのように帰ってきたら、なんか「おりんこ今日も来てやったぞ」みたいな「いや君1年ぐらい来てなかったんけ」みたいになるけど、本当にごめんまた戻ってきたよみたいな言われたら、しょうがないなってなります。帰り方によります。あ、公園、そう公園でね、そうみんながペンライトを変える瞬間とか結構見てます。それははぁみたいになるけど、ごめんちょっとやっぱ俺にはリンコちゃんしかいないと思いましたみたいな、だったらまあしゃねえなってなるかな。新刊の時からリンコのこと、そう結構前ですね。うん、どうしようかな。今日めっちゃうざいわ自分。なんか自分機嫌良かったらうざキャラになるね。なんか機嫌良くていいんか悪いんか分からんわ。やめん出てくる。しゃあねえな。まあ待ってるよみたいな感じ。メンバーの時、そんなあんま、それはないかもしれない。そう、そうめっちゃ上から。そう、かまってちゃん、それみんなが。ピロキさんプレゼントありがとうございます。負けた感じが。いやもう何も、もう疲れた。あしませんよ、もうみんな可愛いです。でも来月公演少ない、ちょっと来月公演少ないから、ちょっと私もアクターズちゃんたちのちょっと公演に出ようかな。自分自身にクリスマスプレゼントを買いましたか。買ってないかもしれない。エリックさんプレゼントありがとうございます。
いやダメです。私もみんなに混じって出ようかな。なんかそうなんかあのオーディションのなんかあの曲なんか3曲候補みたいなのがあって全部踊れるからちょっと踊れるんですよ。たまたま思い出してよかったとなんだっけ誰好きとなんだっけあとなんだっけあと忘れたけど踊れるんですよ。ちょっと踊ろうかな。勝手に出ようかな。え、そこめちゃくない。変な知識を植え込まない、ね、どういうイメージどういうイメージ。こんばんは。ねえ、フレッシュさが、ねえやめてよやめてよ。ああ言うて、わしもまだ3年目よ。まだフレッシュよ。なおとちゃん、プレゼントありがとうございます。いやね、いや、まだあります。まだあるよ。そんなアイドル20年目とかじゃないんだから。どうしようもありません。そんなこと言いませんよ。そんな監視したらいいよみたいな、そんな悪知恵は言いませんよ。どんたこす、え、そう3年目なんですよ。すごいよね、もう3年目。そうピチピチなのでね。いや、そんな教えませんよ。発言がフレッシュじゃない。え、フレッシュじゃん。ピチピチよ。20年目。何歳自分。17で、そう実は17で STU 入ったから37歳。がめっちゃ STU 好きじゃん自分。お、男女読めますね。じゃあ13位。今日何時から配信したっけ。9時半。嘘だ、10時半だ。読みます。13位、キッチンさん、ありがとうございます。もうこってか。12位、佐藤花子、ありがとうございます。何これ、これがすごい。11位、直人ちゃん、ありがとうございます。そして10位、なにちゃん、ありがとうございます。はい。そして9位、成田さん、ありがとうございます。8位は吉彦さん、ありがとうございます。いえいえ。そして7位はニッキーさん、ありがとうございます。そして6位は静岡のテンパーのたけさん、ありがとうございます。そして5位はマルアさん、ありがとうございます。そして4位はライちゃん、ありがとうございます。そして3位はアイワー V さん、ありがとうございます。そして2位は ABC ハウスさん、ありがとうございます。そして1位は安部さんです。ありがたわー。ありがとう、お金は大切にね。献血にならないように。はい。これがすごい、ありがとうございます。じゃあもう即お風呂入ってきます。サイン頑張ります。おやすみなさーい。ありがとう、良いやい、クリスマスをメリクリでした。はい、明日も配信するからね。はい、頑張ります。おやすみ、バイバイ。せっかくだけ切れるまで待とう。待ちます。これ、はあ、これ。もうバイバイ。しません、しません、配信します、配信しますから。悲しい一人ぼっちのクリスマスなので、ね、もうほこりすぎて全然切らない。ちょ、気まずい気まずい気まずい。気まずいから早く切れて、バイバイ。はい、寝ます。ホール入ります。長いんですけど、長っ、全然切れんじゃん。気まずい気まずい、早く切れて。ありがとう、全然切れません。あ、もう切れるかな、バイバイ。